復帰直後にこうなります。次のページ。ストレスで爆食い、約半年で 20kg の激太り。これやばい。半年で。もう大体夜一人になるとストレスを抑えたいので、うん、爆食いが始まってしまうんですね。夜なんだ。夜なんです。でこの頃私がどれだけ暴飲暴食していたか、大きく3つのシチュエーションでやっていました。まず1つ目はツアー中での暴飲暴食です。それが次のページ。はい、コンビニスイーツ棚一列全部買って爆食い。すごい。YouTuber じゃん。全部買って爆食いしてみましたじゃんね。え、全部ってさ、はい、何品ぐらいになるの？でも10個ぐらいかな。10個。コンビニとか行くとチーズケーキ、エクレア、ヨーグルト、プリン、シュークリームとか。シュークリーム、そうそう、あるじゃないですか。それも1列。ホテルの1階にコンビニがありましたので、その何十往復もして商品が追加されるたびに狙っていました。いや、何回も行っちゃうんです。止められないんですね、食欲を。コンビニにバイキングを取りに行くみたいな話で、それでコンビニ行って買ってるみたいな。お酒は行かなかったんですか？あ、コンビニで買った瓶のウイスキーがあるんですよね、はい、確か150円ぐらいであるんですけど、そのウイスキーを直飲みしていました。かっけー。こうやってかっけー。ライブ後にロックスターじゃん。すごい。いや、本当そうよ。かっけー。ガチでやってました。マジ？はい、続いて2つ目のシチュエーションです。私生活での暴飲暴食です。それが次のページ。クリームチーズ 1kg を爆食い。これやばい。これはやばい。いやいやいや、カロリー半端ないよね。でもね、クリームチーズってだけど、あの、切ってそのまま食べます。ナイフとフォークで。そのまま。いや、すげえな。美味しいんです。で、他にも私生活で暴飲暴食が隣のページにあります、うん、コストコのマカロニ&チーズを爆食いラーメン替え玉を3玉すごい。合計4玉爆食い。結構すごいね。夜中に目が覚めた分だけがっつり食べる。起きたら食べちゃうみたいなループに入ってたんです。もうちょっと当時は異常でしたね。隣のページに当時の反省ノートがあります。暴飲暴食に対するリトルハルカの言葉。デーブ、ふと、本当に最近の食生活おかしい、デブまっしぐら、続けないと痩せないよ。自分では太ってるの嫌だって思っているんですけども、うん、食べてると幸せで、食べた後後悔するんですよ。あ、なんでこんな食べたんだろう、痩せたいのに、のループでした。当時はそんな感じだったんですよ。はい、続いて3つ目のシチュエーションです。3つ目は福岡の実家に帰った時、私は実家だとハメを外して食べるだけでなく、家族に安心してお酒の量も増えてしまいます。その結果こうなりました。次のページ。寝げろ。小玉さん、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 授業すごいっすね。寝げろ、寝げろ、久しぶりに聞いたよ、寝げろ。アイドルが寝げろ、寝げろ、あんま言っちゃいけないよ、ワード強い。そうなんです。安心しきってご飯の量プラスお酒も結構飲んでて、お腹パンパンになってるんですけども、私はもう寝ながら入っちゃってたんですね。それを弟に見られてて、でも私は覚えてないので、多分幻です。いやいや、幻じゃない。いやいや、幻、幻じゃない、幻です。寝ゲロですよ。覚えてません。これ主に自宅なの？これは飲むのも食べるのも。これ自宅ですね。で、寝ゲロだ。寝ゲロです。いや、結構もう精神的に矛盾しまくってましたね、当時は。プチぐらいですか？どれぐらいの量？聞いた話によると、その日は家族と一緒に飲んでて、で、一人だけ眠たくなっていっぱい食べて、で、寝に行ったんですけど、後から弟が廊下を通ったら、はるか寝殺しとるみたいな。じゃあ絶対現実ですよ。お母さんに報告したらしくて、ベッドまで行けてなくて、寝転がってもう髪の毛とかまでぐわーって汚れてたりするんですよね。寝ゲロだ。寝ゲロだね。これは夢の話。でも腰入った寝ゲロね、結構。ちょこっと出たじゃないやつね。いやー、マジか。え、実家にテキーラとかはあるんですか？実家にテキーラとかはあるんですか？テキーラ、お前飲もうとしてんのか。飲み行こうとしてんの。焼酎とかでしょ？焼酎ですね。テキーラショットでライムかじるかよ、実家で。飲まないと
飲みたくなっちゃってんだろ話聞いてて飲みたい。でこの頃激太りによってアイドルとして最大の屈辱的な事件が起きます。何次のページ。この動画の続きはアベマで、最新作は無料、さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。